スペイン大使館、西門スペイン大使館横のスペイン、ザカ、中日スペイン大使館は、スペインが日本の首都東京に設置している大使館である。在東京スペイン大使館とも呼ばれる。1584年に、天正剣王少年施設が、スペイン国王フェリペ2世に、1615年に、慶長剣王施設が、フェリペ3世に越見している。 スペイン側からも1592年にスペイン領フィリピンの総督からの使者としてフアンコボが豊臣秀吉に越見するなど日本への外交施設派遣の例がある。しかし1624年に江戸幕府がスペイン戦の来航を禁止したことによりその後200年以上にわたってスペインの外交施設団が日本を訪問内し滞在することはなかった。 1850年代になると、幕府は国力を増強した、欧米諸国の圧力に屈して、鎖国体制を押し通すことができなくなり、これを契機として、対外政策をめぐる血みどろの清掃が日本国中で弱気され、ついには幕府の崩壊と王政復古に至った。明治に改元されたばかりの1868年11月12日、神奈川において日本。 川前県東、プゼミチトミ及びスペイン川前県、ホセエリベルトガルシアデ・ケベードの合意の下、日清修行通商公開条約が調印された。明治初年の日清国交樹立に伴い、東京府高島地区長田町2丁目21番地に、中日スペイン公使館が設置された。現在では、中日スペイン大使館となっており、東京都港区六本木1丁目3番地に、 設置されている。2018年12月5日より、ホルヘトレド・アルビニャーナが、特命全権大使を務めている。ありがとうございます。